人事異動の発表に備え、わけあって在宅勤務だったが出社した俺。仕事中だが我慢できずトイレへ向かった時、廊下で元カノに遭遇してしまった。彼女は自慢げに、私は課長に昇進よ。無能は私のために必死で働け。なんて罵ってくる。私は無能とは釣り合わない。そう言って俺を振っただけあって、彼女はすごく嬉しそうだ。だがそこへ部長が現れ、君はなんてことを言うんだ。彼が次に放った言葉により、彼女は天から地へ一気に絶望することになるのであった。俺の名前は萩原陽介、28歳、独り身の男だ。勤め先は A という大きくも小さくもない中規模の会社。性格は控えめで、我ながら真面目なタイプだと思っている。控えめで真面目といえば聞こえはいいかもしれないが、俺の場合は人付き合いが上手じゃないことをよく言い換えているだけだ。小学校から高校、そして大学でも友達と遊びに行くことなんかめったになく、家で一人でゲームをするか読書をすることがほとんどであった。当時から周囲の人はそれを真面目と言っていたが、俺本人はわかる。ただただ人付き合いというものを怠けているだけに過ぎないのだ。初めて人付き合いを真面目にやろうと思ったのは大学3年生の時だった。遅すぎると思われるかもしれないが、俺にとってはこれでも早々に勇気を振り絞った方である。ちょっといい？大学のアトリウムで同学年の男子学生に声をかけた。ん？何やら勉強していた彼は、俺の呼びかけに応じて顔を上げる。この講義なんだけど、確か君も履修してたよね。ん？ああ、してるよ。よかった。次のレポートの提出期限っていつだっけ？聞き逃しちゃってさ。これは人付き合いのきっかけを作るための嘘だ。本当は聞き逃していないし、バッチリメモしてある。期限は確か。彼はスマホでスケジュール帳のアプリを起動し、期限を確認している。あった、来週の金曜日だね。来週の金曜か。わかった、ありがとうね。そうだ、もしよかったらレポートに必要な情報を共有しない？その方が早く終わると思うし。いいよ、今日はもう講義ないからここで待ってるね。実は俺も今日は終わったんだ。平静を装って話していたが、本当は心臓バクバク、手汗びっしょり。人生でトップ5に入るくらい緊張したと言っても過言じゃない。これが俺の積極的な人付き合いデビューだった。こんな感じで交友関係を広げていき、気軽に話せる友人も増えた。今まで過剰に恐れていただけで、一度慣れ親しんでしまえば楽しく話すことができる。たまに飲みに行ったり、通話をつないでゲームをしたりと、俺の生活はこの頃劇的に明るくなったように思う。それでも、キラキラな人たちには遠く及ばないが。そしていよいよ、異性にも話しかけてみようと思い立つ。大学のカフェで同じ講義の課題をやっている女学生を見つけ、それを口実に話しかけようと決めた。残念なことに、俺の話題の手札は同じ講義しかない。それと、話しかける前に15分くらいまごまごしていたのはまた別の話である。富山さんだよね。彼女の名は富山美咲。俺とは真逆みたいな明るい女性だ。え？はい。あ、ごめん。俺もその講義受けててさ。彼女が机に広げていた課題を指さして、決して不審者ではないのだと説明する。今回の課題でわからない部分があるから、もしよかったら教えてほしくて。ああ、そういうことね。
いいよ。どこがわからないの？え、こうも簡単に受け入れられるものなのか？と、女性を勝手に怖いものだと思い込んでいた俺はビビった。それから話の流れで連絡先の交換に成功し、猫派という共通の話題が見つかるところまで発展。リアルでも気さくに話せるようになった頃、俺は自分が富山美咲を好きになっていると気づく。富山さん、その、彼女と出会った大学のカフェ、人のいない時間にそこで待ち合わせ、大事な話をしよう、そう決心し、呼んだ。ちなみにその前夜は一睡もできていない。何？改まって。心臓の音で自分の声さえ小さく感じたのを今でもよく覚えている。好きです。付き合ってください。シンプルな言葉で思いを伝えると、彼女は驚いて目を見開いた。だがすぐに普段の顔に戻り、ありえないほど緊張している俺とは対極の感じで言う。いいよ。よろしくね、陽介。OK をもらった。そう理解した途端、俺の緊張は一気に溶けて泣きそうになる。そんな俺を見て、彼女はケラケラと笑った。かくして、人生初の彼女ができた。そして、大学4年の夏前、偶然にも同じ A 社から内定をもらったのであった。入社当初から、俺と美咲の仕事ぶりには性格の違いが出ていた。美咲はとにかく数をこなすタイプで、大げさかもしれないが、俺の倍くらいのスピードで仕事を進める。ミスることもあったが、そこは持ち前のコミュ力で乗り越えているようだ。対する俺は慎重派。完璧主義になりすぎないよう気をつけてはいるが、美咲に比べると一つ一つの案件を丁寧に進めていた。というか、俺はミスして怒られることを極端に恐れていただけかもしれない。入社から数年が経過した。俺と美咲の関係は未だに続いており、幸せな日々を送っていた。だが、そんな生活にわずかな影が落ちる。ねえ、陽介。会社の食堂で昼食を共にしていた時のことだ。彼女は何やら疲れたような顔で言う。あんたさ、いくらなんでも仕事できなさすぎじゃない？え？いやさ、ずっと前から気になってたけど、私たちはもう新人じゃないんだしさ、そんなんじゃ出世に響くよ。耳が痛い。俺自身、美咲の言うことは正しいと思っていたからだ。たくさんの仕事をこなせる美咲のスタイルの方が出世は早いだろう。確かにね。俺もこれから頑張るよ。そういえばあんた、大学の頃から課題とかレポートとか遅かったわよね。ああ、そんなこともあったね。美咲はそう昔のことを掘り返してきた。これにも俺は自覚がある。仕事と同じで細かいことに気を配りすぎて進行が遅いのだ。周りから見れば容量が悪いと見えるだろう。そんな話をされた日から、美咲はちょくちょく同じようなことを言ってくるようになった。最初は笑ってごまかしていた俺も、だんだん嫌になり始める。大学生の頃から続く幸せな彼女との日々が崩れていく。そんな気がした。だけど美咲は俺の初めての彼女。ちょっとやそっとの亀裂くらいで諦めたくない。そう思っていた。それなのに、26歳の時に絶望がやってきた。そろそろお金も貯まったし、結婚を見据えて同棲でもと思っていた矢先。仕事帰り、美咲に誘われて行った定食屋でのことだ。陽介、私たちもう別れましょ。え？理解できる言語で理解できないことを言われた。思わず聞き返してしまう。そんな、どうして5年も一緒にいたのに、どうして？思わず大きな声を出し立ち上がってしまった。
周りの視線が痛く感じられて、咳払いをして席に着く。ずーっと考えてたの。あんたみたいな仕事が遅い無能、やっぱり私には釣り合わないのよ。あんたもそう思わない？それは。俺もうっすら思っていた。美咲ほどの女性なら、俺なんかよりも良いパートナーが見つかるはずである。やっぱり自覚があるんじゃない。そう言い、彼女はものすごいドヤ顔で胸を張る。それに、あんたに選択肢はないの。え？私ね、B 社の優秀なイケメンエリートと付き合い始めたのよ。息を飲んだ。言葉が一切出なかったのだ。もう今更だけど、なよなよしてるし、見ててイライラすんのよ、あんた。俺は美咲に何も言い返せず、そして関係を続ける手段もなく、そのままその場で別れることになってしまった。それからというもの、俺はあまりのショックで、食欲不振と不眠に悩まされていた。空腹の感覚はあるが、食事が喉を通らない。ゼリーの類を飲み込むだけの食生活が続いて、痩せ細る。眠いという感覚もあるにはあるが、目をつぶっても寝つけない。よくて4時ごろ就寝。ひどい時は徹夜である。そんなんだから体調を崩しがちになり、こじらせ、時間をかけて直しては振り出しに戻る。最悪の負の連鎖に陥ったのだ。今までの自分を変えようと無理に行動し、やっとの思いで手にした美咲との関係。それは俺の自信であり、自尊心であり、心の支えだった。そんな大切なものを一挙に失ったのだ。これが勇気を振り絞った代償かよ。そう思うと今にも気が狂いそうだった。人付き合いを頑張ろうと決めたあの頃、俺は変わったつもりでいた。だが変わった気でいただけだった。その事実がたまらなく惨めで憎たらしい。幸い会社は俺をクビにはしなかった。してくれてもよかったのだが、 A 社の社長はどうやら精神的な問題なんかに理解のある人らしい。様子のおかしい俺に声をかけてくれた。君はずっと真面目にやってくれていたからな。何があったのかはわからないが、きっと糸が切れてしまったのだろう。そう言ってくれたのだ。嬉しさのあまり涙をこぼしかけた。社長はさらに、無理のない範囲で働いてくれればいい。体調が心配なら、今は在宅ワークという働き方もあるよ。そう提案してくれた。弱っていた俺はその提案に乗り、在宅勤務に。これは秘密だが、出社して毎日美咲と顔を合わせなくて良くなったことが、何よりも俺を安堵させた。それから2年が経ち、現在28歳の俺。俺はまだ在宅ワークで、隔週金曜日だけ出社している。だが今日は例外で、人事異動の発表があるから、月曜日だが出社した。数人の定年退職を契機に、新しい部署の設立などを含めた組織の再編成が行われるらしい。人員が大きく動きそうだなぁと俺は、のんきに思いながら出社した。週初めの朝礼が終わり、事務所へ。萩原さんがいると、明日、明後日は休日かって気分になりますよ。後輩の男が伸びをしながら言う。いやいや、昨日、おとといが休日だったろ。まあ、そうなんですけど。こうやって話しているときは、俺も楽しめる。彼含む後輩や同僚と人事異動に関する噂なんかを冗談交じりに話しながら、ぼちぼち仕事に手をつけ始めた。あれ？ふとそこに彼女の姿がないことに気づいた。あれ、富山さんは？誰に聞くわけでもなく、つぶやくように疑問を口にした。それに答えてくれたのは同期の男だ。朝礼の後、部長に呼ばれてたぜ。多分、人事異動の話じゃねえかな。A 社は、張り出しによる発表に先立って、
おのおのの上司から面談形式で異動の話を聞くのが恒例らしい。そこまで大きくない会社だからこそできることだな。ああ、なるほど。確かに、テキパキと仕事をこなせる美咲なら昇進はあり得る話。それどころか、ほぼ確実と言ってよいだろうな。それから10分ほど経ち、俺はトイレへ向かった。金曜日以外の出社に緊張して気を紛らわすために緑茶を飲みまくったのが良くなかったのかもしれない。廊下に出て左に曲がったその時、あら、無能の陽介くんじゃん。こんなところでどうしたの？そんなセリフとともに現れたのは、やけに上機嫌の美咲だった。ニヤニヤと笑みを浮かべながら俺を見ている。元気そうだな。俺はそう無難な返答をした。すると彼女は誇らしげに、ふふっと笑い、一枚の紙を俺の顔の前でバッと広げた。近すぎて見えないので一歩下がる。へえ、課長になるんだ。おめでとう。紙には、美咲が課長に昇進するという旨の文章が記されていた。おめでたいことなので、仕事している人の邪魔にならないよう控えめに拍手する。おめでとうございますでしょ？あんたがお家でサボっている間に私は課長に昇進よ。無能は私のために必死で働け。そう楽しそうに言う美咲。その姿がおかしくて俺は思わずふふっと笑ってしまった。すると美咲はムッとして、何がおかしいの？と鋭い目線で聞いてきた。そんなに聞きたいのなら教えてあげようか。私のために必死に働け、か。残念だけど、それ俺のセリフなんだよね。俺の言っている意味がわからないのだろう。美咲の頭には明らかにハテナが浮かんでいる。はあ？何のこと？精神や体調だけじゃなくて頭までおかしくなっちゃったわけ？いや、実はさ、事情を話そう。そう思っていたところへ、廊下の奥から部長が現れる。おや、萩原くん、ちょうどいいところにいてくれた。これから君にも人事異動の話をするから部屋へ来てくれ。まあ、もう分かっていると思うがね。すると、美咲は煽り半分、動揺半分といった感じで部長に質問した。彼は降格ですか？それとも首とか？小山さん。普段はニコニコで優しい部長だが、この時は厳しい顔と小姉だった。美咲は蛇に睨まれたカエルのように固まる。君はなんてことを言うんだ。こちらの萩原新部長に向かって。時間が止まったかのような雰囲気になる。部長の言葉に遅れること数秒、美咲はやっと反応を見せた。新部長？どういうことなの？彼女は震えた声で俺に問う。まあ、その、いろいろとあってさ。どこから説明しようか。ことの経緯を頭の中で改めて整理し、差し当たって、実は、と王道のセリフで話し始めることにした。俺が在宅勤務になってから1年ほど経過したある日、部長と社長から直々に連絡があった。いつも通り自室でキーボードを叩いていた時、部長から電話があったのだ。という案件を私と社長で進めていてね。それをぜひ萩原くんに手伝ってもらいたいんだ。詳細は先ほどメールで送った資料の通りなのだが、見てくれたか？ええ、一通り目を通しました。ですがこの案件、見るだけでめまいがするほど難しい内容だった。さすが社長と部長が対応している内容だ。平社員でしかない俺にとっては、もはや知らない言語で書いてあるレベルと言っても過言じゃない。その、言いにくいのですが、どうして私に？この仕事は A 社にとって非常に重要なものでね、かなり慎重に進めないといけないんだ。君は前から
仕事を慎重に、そして丁寧にやってくれていただろう。それゆえに、美咲から無能と罵られたわけだが、部長の口ぶりと今の状況からして、彼はそんな俺を多少なりとも評価してくれていたのだろうと思う。他のみんな、特に富山さんなんかは、テキパキと仕事を進める能力に長けているが、こういう仕事では、君のような慎重派の力が必要不可欠なんだよ。部長。その言葉が嬉しかった。頼ってもらえていることがたまらなく嬉しかった。感激して涙を流してしまった俺は、悟られないよう必死にごまかしながら、かしこまりました。本件、全力で対応させていただきます。そう返事した。その案件で俺が主に担当したのは、部長が用意したデータを資料にまとめることだ。だが、やはり難易度の高い案件。内容の取捨選択が難しく、勤務時間中にしつこいくらい何度も部長に電話で相談した。その都度彼は丁寧に対応してくれる。部長、こちらのデータなのですが、ああ、これか。確かにこいつは難しいな。時にはオンライン会議で画面共有をしながらの話し合いもしてくれた。よし、わかった。この部分に関してはこっちで社長と話してみるよ。結論が出るまでここは保留で他の部分を進めてくれ。そのおかげで俺の仕事は想像していたより順調に進んだ。隔週金曜日の出社日には小さな会議室に社長、部長、俺が集まり打ち合わせを行う。あれ？出来上がった資料の草案を三人で睨んで精読していた時のこと。ふと資料のおかしい点を発見した。資料の前半では B は C と言っているのに、後半では B は D だと言っているのだ。無論、はっきりとそう書いてあるわけじゃない。資料に穴が開くほど睨んで睨んで睨み尽くして、それでようやく気づくようなものだ。もはや自然に生まれた叙述トリックと言えるかもしれない。それくらい分かりにくいものである。それをぼそっと指摘すると、社長と部長はハッとしたような顔になる。確かにそうだね。萩原君、素晴らしい視点だよ。社長が言ってくれた。部長もそれに続いて、ええ、彼に協力してもらって大正解でした。そんな風に褒めてくれたのである。なんだかんだ俺もその気になって、昔から人と関わらず、本ばかり読んでいた経験が役に立ったのかも、なんて思った。加えて、何がどこで、どう役立つのかわからないものだということを実感。こんな俺でも、例の案件で役に立てている。そう心から思えたのである。しばらくして、例の案件は大成功を収め、A 社に大きな利益と信頼をもたらした。その経験があるからか、社長や部長は慎重な対応が求められる案件があると、その度に俺に声をかけてくれた。頼りにされているのだと、社長と部長に認めてもらえているのだと、俺は俺に自信を持てるようになっていく。いくつもの成功体験が自信をさらに強固にする。もちろん失敗したこともあったが、それも経験だ。気持ちが前に向いたからか、心が安定して余裕が生まれた。崩しがちだった体調も負の連鎖を抜け出し始めた。久方ぶりに味わう晴れやかな気分であった。調子が良くなってきたため、そろそろ社長に相談して通常勤務に戻ろうか、そう思っていた矢先、金曜の打ち合わせの時に部長からとんでもない話を聞かされた。萩原君、社長とはもう話したのだが、君にも話しておかなきゃいけないことがある。普段から部下に対しても丁寧に接する部長だが、その日は丁寧というか他人行儀というか、より正確には改まっていた。どうかされたんですか？話しにくいことなのだろうか、部長は深呼吸をしている。やがて
申し訳なさそうにゆっくりと口を開いた。結論から言うと、私は来月いっぱいで退職する。え？思わず大きな声で驚いてしまった。部長はまだ50代前半だと聞いている。定年退職の年齢じゃないし、何か重大な病にかかっているようにも見えない。失礼かもしれませんが、その何かあったのですか？実は先月末に妻と母がほぼ同時に倒れたんだよ。妻の方は比較的元気だが、母の方が大変でな。そのうち退院する見込みだが、その後は介護が必要なんだ。父は足が悪いから母の介護ができない。俺がやるしかないんだ。たびたび休んだり早退したりでは会社に迷惑がかかると彼はそう考えて退職を決意したらしい。そうでしたか。家庭の都合となれば引き止めるわけにもいかない。残念でならないが仕方のないことだ。一通り事情を話してくれた部長は悔しそうにうつむく。彼の退職に伴って社長が静かに言う。会社組織の再編成をしようと思っている。何人かが定年退職だし、ちょうど新しい部署設立の計画も温まってきたことだしな。そこでだ、萩原君。社長は何やら俺に恩願を向ける。部長をやってみないかね。はい？意味がわからなかった。部長？俺が？君には細かいとこに気づいて適切な対応ができる能力があり、それでいて仕事も丁寧にこなせる。部長になっても何ら問題ない器だと私は思うよ。それに彼も君を推薦している。むしろ彼からの提案なんだ。社長に退職の話を持ちかけたとき、部長は自身の次の部長として俺を推薦したらしい。しかし、彼はちょっと俺を買いかぶりすぎている。どう考えたって過大評価だ。それに平社員からいきなり部長に大抜擢なんてヘッドハンティングじゃあるまいし。どうだね、萩原くん。むちゃくちゃな話だとしか思えない。だが、二人は俺に期待してくれている。ならば、俺はそれに応えたい。きちんとやれるかはわからないが、それでもやってみたい。そんな思いで、俺は部長になるという提案を受け入れた。それが今回の大規模な人事異動の一つである。謙遜しながら美咲に真相を話した。彼女は震えた声で涙を浮かべながら言う。そんな、あんたが、無能の陽介が。目の前に部長がいることを忘れているのだろうか。彼女はまたも俺に無能という言葉を放った。富山さん。部長が強い口調で言う。続いて美咲を叱ろうとした部長。だが俺は彼を止めた。いいんです、部長。俺は美咲に手を差し伸べ。人には得意不得意がある。君にだって苦手なことの一つや二つあるだろう。俺の仕事は確かに遅いが、その分正確さがある。君は仕事は早いが、その分間違えてしまうことがある。たった、それだけの違いじゃないか。そう、なだめた。気まずそうに目をそらす美咲。やがて彼女は、俺の手を取らず、自分で立ち上がった。何よ、私が無能だって言いたいの？復讐のつもり？違うよ。自分を誇示するんじゃなくて、弱点を認めて、互いに補い合えば、チームとしてもっと高みに行けるって話。俺からこんな言葉が出るとは思わなかった。そう言いたげに美咲は驚いたような顔になる。だがすぐに怖い顔になり、ふんと走り出した。美咲！俺はとっさに彼女の手を握って止めた。だが、話して！彼女は俺の手を振り払い、そのまま走り去ってしまった。部長、彼女に悪気はないんです。ですから、
今の一件で昇進を取り消したり、今後彼女が会社で不利になるようなことは。そんな俺のわがままを部長は分かったと許してくれた。よかった、本当に。久しぶりに握った彼女の手は温かく、不意にドキッとしてしまった。あんなことを言われて振られたのに、俺はまだ美咲のことが好きなんだなと思い知る。それからしばらくした頃、俺は管理職研修やら勤務形態の変更手続きやらで奔走していた。なかなか忙しい日々が続いており、ちょっと体調が心配だ。しかし、今のところ元気にやれている。毎日出社するようになり、最近はそのせいで美咲と毎日顔を合わせている。俺たちの間には未だに気まずい空気が流れていた。今のところ話す機会はほぼないが、俺が部長、美咲が課長となればそうもいかない。人事異動の後が少し、いや、かなり不安だ。そんなある日のこと、俺はふと窓から外を見て黄昏れている美咲を発見してしまった。夕日を反射する彼女の瞳には涙が浮かんでいる。今にもこぼれ落ちそうだ。心配だが話しかけがたい。何よ。しばらく見ていると向こうも俺の存在に気がついたようだ。ツンとした態度で言いながら彼女はハンカチで目をこすった。何かあったの？勇気を出して聞いてみた。美咲に話しかけるのにここまで緊張したのは大学のカフェで初めて話しかけた時以来だ。別に何でもない。彼女は明らかに嘘をついている。何でもないのに泣くもんか。そう返すときっと睨まれた。それでもひるまずに俺は言う。言っただろう、互いに補い合えばいいんだって。悲しいことがあったなら嫌じゃない範囲でいいから教えてくれよ。力になれるかもしれないし、それに別れたって俺たちは仕事のチームじゃないか。しつこいと思われるかもしれないが俺は粘った。なぜと言って彼女が苦しんでいることが俺の目には明白だったからだ。5年付き合ったからこそわかる。彼女は基本的にツンとしていて本音を語ることは少ない。間違い探しのようで難しいが、今の彼女のツンは本性じゃないのだ。陽介。美咲は目をうるうるさせた。沈黙していたが、しばらくして美咲は涙の理由を話してくれた。あんたと別れて、付き合ってる彼氏がいるって話したでしょ？確か、他社のイケメンエリート社員とか言ってたな。その彼氏が裏で不正してたみたいなの。そのエリート社員はどうやら会社の金を横領していたらしい。凡人の俺にはインテリの手口など想像もつかないが、とにかく不正に金を得ていたとのことだ。それが会社にバレて今調査中。そんなことが。向こうの会社はその社員に対して法的措置を取る予定であり、破滅待ったなし。結婚の話もしていたようだが、それどころじゃないと白紙になったらしい。美咲はそんな一連の流れを悲しみ、泣いていたようだ。私、どうすればいいかわからなくて。美咲の涙を止めていた土手は、ついに決壊。ボロボロと大粒の涙を流し、本格的に泣き始める。あの人、本当に優しかった。なのに、横領なんかしてたなんて、そんな人だったなんて。かなり感情的になっている。美咲だけじゃなく、俺も。美咲。彼女の手を握り、まっすぐに目を見た。俺は確かになよなよしてる。君をイライラさせてしまうことも、多々あっただろうなって、言われて思った。だけどそれでも、俺は、君が困っていたら力になりたいって、そう思うんだ。今でも。俺はここで数年越しに本音を吐露した。陽介。陽介。
不意打ちで抱きつかれた。ごめん、ごめんなさい、ひどいこと言って。ごめんなさい。何度も何度も謝られた。もういいよとか、気にしてないよとなだめても、何度も何度もひたすらに繰り返されるこの謝罪は、彼女なりの食材なのかもしれない。やがて A 社の組織は新体制となり、俺は部長、美咲が課長となった。前課長が今は部長補佐をやってくれているのだが、ちょっと気まずい。それに、いきなり部長になって受け入れてもらえるか心配だった。だが、なよなよするのはもうやめだ。今までの自分を捨て去り、部長にふさわしい人間になれるよう、努めていくことにしよう。ああ、それと、俺の部長としての信念は、互いに補い合うことだ。チームをさらに成長させ、会社に貢献していくためにも必要なことであると信じている。肝心の美咲だが、不正していたエリート彼氏とは別れたらしい。美咲の方から彼を突き放したそうだ。ちなみに完全な絶縁状態であり、彼がその後どうなったかは知らないし、知りたくもないとのこと。俺と美咲は復縁した。いろいろと良くないこともあったわけだが、そのいろいろは今では笑い話に昇華している。笑い合い、再び恋人として歩み始めたのだ。以前は叶わなかった同棲生活ももう始まっている。そして時が経ち、俺は30歳になった。数ヶ月遅れて今日、美咲も30歳の誕生日を迎えた。彼女の誕生日サプライズにと、俺はとある大きな買い物をした。夕食でお高いシャンパンを開け、しばらく飲んで、いい感じに心地よくなった。そのタイミングで、俺は指輪の箱を取り出し、彼女に声をかける。美咲、なよなよせず、日和らず、毅然とした態度で。え、何？俺と結婚してください。箱を開き、指輪を見せた。感激してくれたようで、彼女は両手で顔を覆っている。やがて落ち着いたかと思うと、ふふっと笑った。あんた、変わったよね。その、かっこよくなった。と思うよ。顔が赤い。酔いか照れか判断がつかない。俺も少し酒が入っているから鈍っているのだろう。もちろん、私の方こそよろしくね、陽介。承諾。今の返事は間違いなく承諾だ。あまりの嬉しさに小躍りをしたくなったが、必死でこらえる。ありがとう、美咲。改めて、これからもよろしく。本当にいろいろとあった。だがそれはもう過去のこと。部長としてチームを引っ張っていく。夫として美咲を支えていく。その責務で忙しい。過ぎたことをあれこれ考えている暇は俺にはないのだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。